足細くしたい問題とか、部分痩せ問題、ちょっと取り上げていきますね。まあ、今回も多いね、これ。多いですね、一応ちょっと。はい。じゃあ、まず、部分痩せ、どうですか、渡辺トレーナー。まあ、僕は、ここでは、過去に回答してるのも、ちょっと参考にしながら、回答してみたいんですけど、まあ、体の一部分だけを、痩せる。体脂肪を減らすっていうのは難しいことになります。まあ何もしなければ筋繊維が細くなって結果的にこう足が細くなったりするかもしれないし、ただ日常生活で、それがその萎縮、まあ細く使われないから細くなるっていうよりかは、それが結局見え方としては太く見えてしまったりとかっていうのはあるかもしれない。その体脂肪が結果的に多くなってしまう。まあ、なので、部分痩せだったりっていうところは少し難しいのかなっていうのがあります。ので、まあ、全体的にこうトレーナーとしていうときは、まあ、大きな筋肉を使う筋トレを行っていって、まあ、全身的に正しいフォームで正しく筋肉が使われてくれば、いいボディラインに変わってくるということを推しています。が、萩原君、いかがそうですね。もう渡辺トレーナーの言う通りです。で、体を変えたいって言った時に、ちょっとこうイメージ持っていただければと思うんですけど、例えば中村アンさんとか、ああやってトレーニング結構やってる人って、まあ、全身トレーニングしているわけですね。で、どっか一部分だけ細くないじゃないですか。まあ、全体的にやっぱり筋肉がありつつ引き締まった体なんで、やっぱり基本は全身トレーニングですね。で、さっきの有酸素の、取り入れていくっていうところなんですよ。それで正解です。ただ、それだけだとちょっとせっかくなんかライブやってても、なんかそんなん分かっとるわみたいな感じになるんで、あえてちょっと陸上部のトレーナーからアドバイスさせていただくと、足は見た目は細くなります。部分痩せっぽくできます。で、これどういうことかというと、理論は足細くなるかどうかって言ったときに、まあ、体脂肪率ですよ。まあ、体脂肪の層っていうのが、だんだん削ってて薄くなっていけば、足細くなるわけです。でも、体脂肪の量が変わらなくても、筋肉のつき方だったりとか、足のラインの見え方っていうのは大きく変わります。で、なんでかっていうと、例えばですよ、こうやって立ってるときに、足太い人って、この辺すごいつくんですね。ももの外側。ここを結構普段の生活から使いすぎる。そうすると、この辺って結構筋肉が発達するんで、足がこうやって外側に大きくなるんです。で、そうすると、見た目は太く見えます。で、逆に、こっち側、内側の筋肉って、やっぱりあんまりうまく使えてない人が多いですね。でも、この筋肉のバランスっていうのが大事で、こっちって結構発達してくるので、どんどん普段の生活からここばっかり使うような筋肉の癖だと太くなるけど、逆に言えばその反対側、こちら側を使えると、内ももってリンパ管ってたくさん通ってるんですよ。で、リンパって老廃物の下水道なんですね。いらなくなったものを流す。なので、足で言えばいわゆるむくみですよ。で、むくみがリンパの流れ、内ももを使ってあげると良くなってくる。むくみがある足で、普段足を見せているのと、むくみがない状態の足って全然違うじゃないですか。ってことを考えていくと、体脂肪の量は変わらなくても、筋肉のバランスだったりとか、リンパ管が流れるような仕組みっていうのを取り戻してあげると、足っていうのは相当見た目は細くなるんです。で、特に女性の方って冷えてる方って多いんですよね。冷えてると、やっぱり血液の循環もリンパ液の流れも悪くなっている。で、これを解消してあげると、見た目上の足はめちゃくちゃ変わります。これは嬉しい情報ですね。ね、嬉しい情報ですね。はこれ、いっぱい質問来てたんで、そう。短時間でもやってあげると見た目細くなるし、継続するともっと変わるよっていうのをやりたいと思うので、部分痩せ、まあ、いわゆる体脂肪を部分的に減らすことはできないけれども、
見た目の足の細さ綺麗さは手に入りますよっていうことですね。あくまでも見た目ですよね。そう、見た目は変わる。でも見た目が大事だよ。そうですね。結局ね。見た目大事ですね。そうです。結局だからこういうトレーニングとか、じゃあ有酸素運動やるってなった時に、見た目の変化が起きることがやっぱりモチベーションになる人が多いじゃないですか。だから、その体組成がリアルタイムで変わってるかどうかは別として、やっぱりそういうボディラインを褒められたりとか、そういうのが一個モチベーションになって、こっちの筋トレとか有酸素運動が進んでいくっていうのはすごい相乗効果なんですよね。そうだよ。はい。極論さ、極論スタート普通に話してたけど、極論、なんか数字変わってなくても、見た目細くなってたらとか、見た目が綺麗だったら、いいって思う人って、世の中的には結構多いと思うんですよ。それがアスリートだったら、確かに数字で変化出てないとまずいですよってなってくるんですけど、じゃあ、体脂肪はそんな変わってないけど、見た目はすげえ細くなりましただったら、そっちの方がいいじゃんっていうふうに、トレーナー的には思うんですね。なので、まあ、ちょっとその見た目が変わる方法っていうのもご紹介したいなと思います。それに合わせるとウエスト関連とかも話したいと思うんですよね。まあ足を細くっていうのと、まあもう一つあるとするとシックスパック。あ、腹筋どうやったら割れますかっていうのは、まあ非常に普段から多くいただく質問でもあるのかなっていうところで、まあ今回は腹筋っていうところでは限定してはきてなかったですかね。ただまあ過去の質問ではいくつか来てたので、そのあたり腹筋をすれば痩せますかっていうような質問も来てたかと思うんですが、過去に、まあ、ここでの回答ではまあ誰でも腹筋は割れているんですけど、体脂肪が多いと割れて見えないっていう、まあ一つ答えを出してます。まあ男性の場合だったら、まあ、体脂肪率が 10% 以下になると、まあ、はっきり見えるようにはなると言われていますが、まあ、これからウエスト補足したいとかそういうの絶対ありますよ ね、 どうですね。腹筋をその、まあ、よくひねったらウエストが細くなるとかっていうのもあるじゃないですか。そのあたりっていうのは実際のところは、これはですね、シックスパックを作りたいと、ウエスト細くしたいっていうのは完全にイコールにならないってところなんですね。でまずシックスパックを作りたい、割れて見せたいんであったら、さっき渡辺トレーナーが言ったみたいに体脂肪削らないとダメなんですよ。まあ、いくら筋肉の量があっても、例えばちょっとイメージで言うと関取の方ですね、お相撲を取ってる方っていうのは筋肉の量めちゃくちゃあるんですよ、あの体の中に。でもその上で脂肪が覆ってるのでシックスパックの方っていないじゃないですか。だから筋肉の量はあるという、おそらくトレーニングしてるけれども腹筋は割れない人。でも例えばボディービルダーみたいな人っていうのは、あれ大会に出るためにカットって言って筋肉割れてる感じとかを出したいから、体脂肪をがっつり削ってるんですよ。 5% とかそれぐらいまで削ってる。そうすると形は綺麗に見えるわけですね、シックスパックができる。なのでシックスパック使いたい、作りたいときは必ず体脂肪を減らさなくちゃいけない。でも筋トレをガン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 して、例えば腹筋とかもしてくると、腹筋自体も筋肉量が増えてくるので、そうすると筋肉の厚みが増してくるイコール、ウエストは細くはならない人っていうのが出てきます。で、そこで陸上部が結構やってるのが、いわゆるインナーマッスルのトレーニングで、コアトレとかやってるわけです。で、腹筋って4層あるんですよ。いわゆるシックスパックのとこの腹直筋っていうのと、皆さんがこうやってひねって運動している腹斜筋っていうのが、外腹斜筋内腹斜筋っていうのが重なってて、でその奥にある腹横筋っていって、ちょっと帯状の筋肉があるんですね。ウエストのところをこう包み込んでる筋肉で、これを陸上部とかではトレーニングしていて、でこの帯の形の筋肉なんで、ちゃんと使ってる状態だとウエストを極端に言うとこういう感じです、細くする感じで体を安定させてくる。じゃあこの筋肉使えてる人と使えてない人っていうのがどれくらい変わるかっていうと、例えば私がトレーニングでマンツーマンで使えてない人を使えるようにすると、平均で 4,5 センチはウエストは変わります。シックスパックができるわけじゃない。ウエストの測った時のサイズ感は細くなります。で、たくさんお金を払ってくれる。いいですよ、もうお金に糸目はかけず
今日はもうとにかくウエスト細くしてくださいっていう場合だったら、そうですね、2時間ぐらいはかかるんですけど、最大で15センチぐらいは減らせる方です。でもポイントはウエストを細くした時には中の腹横筋をちゃんと使えるようにしていくと、ウエストの形というのはその場で大きく変化します。なので、ああちょっと割るのは脂肪を減らさなきゃ無理だけど、でも中の筋肉使ったらウエストの形は皆さん細くなる可能性があるということを知っていただけると嬉しいなと思います。これは耳寄りな情報ですね。そう、あんまり知られてないんじゃないですか。そう、だからあれだよね、さっきの腹横筋のトレーニングっていうのを徹底的にやり方を教えて、私の方のパーソナルでやったら、1週間で体脂肪は減ってないけど、でもウエストのところはガッてくびれるようになったんで、ぜひ皆さん青学のトレーニングとかですね、参考にしていただけたら嬉しいなと思います。面白いですね。ね、ウエスト情報、ね。ちなみにアスリートにとっても、そこの腹横筋がそうやって締まるっていうのは、当然、そのウエストが細くなる以外で安定するっていう意味では、大事ですね。必要ですよね。必要ですね。大いに必要です。アスリート的な考えで言うと、やっぱりその背骨の軸を安定させたりとか、まあ、胴体部分、体幹部を安定させるときに腹横筋っていうのは必ず必要になってくるので、まあ、ウエスト細くするだけの機能ではなくて、まあ、アスリートとか、スポーツされている方だと、まあ、体の安定性を高めたり、ぶれない体を作るという上でも、腹横筋とかコアトレというのが大事になってきます。一点そうだ、萩原さんに聞いてみたいというか、質問でも来てるんですけど、青学の皆さん、まあ、長距離の選手ですよね、足細いですけど、どうしたらそうなれますかっていうところで。うちの選手がやっぱり走ってますからねっていうのが一番ですね。まあ、長距離選手っていわゆる極端な例の一つですね。で、彼らがやっぱり足細いっていうのは、まあ、一つは体脂肪率が一般の方に比べると圧倒的に少ないっていうのがあるのと、あとは筋肉自体の肥大あまりしない運動ですね。例えば、バスケとか野球選手とかって体が結構大きいですよ。あれって瞬発的な運動っていうのをスポーツの中でもたくさんしているからです。でも陸上長距離っていうのは、まあ、長い時間走るですね、繰り返しの運動を長時間行うっていうスポーツになってくるので、そうすると筋肉の繊維自体とかがですね、あまり肥大しない、まあ、細い状態のまま持久力がついてくる運動っていうのを1年中している。しかも彼ら1年中って言ってるんですけど、中学ぐらいからそういった運動を始めて、中学3年、高校3年、で大学でまあ4年とかを行っていくと、やっぱり10年近くそういう運動というのを続けているので、まあ、そういった筋肉が肥大しないで持久力がついてくるというスポーツをやり続けている。まあ、それによって体脂肪も少ないので、まあ、彼らは足が細いということになります。ですので、まあ、あそこを目指すというのは、なかなかハードルは高いんですけれども、まあ、これも極論言うと、同じぐらい走ってトレーニングをしていただければ、ああいう足にはなりますよということですね。あくまで参考です。